スプレッドライダー菅谷です。今回クラックプロの貼り方の説明をしていこうと思います。こちらデッキのトップシートの傷、ひび、割れを防止するものとなっています。右用と左用があるので間違えないように貼り付けてください。それでは貼っていきます。シートの十字のこの真ん中がセンターになります。そこから6度ごとに線が引いてあるので自分の角度に合わせていく形になります。ドライバーとハサミとカッターを使います。最初に縁を剥がします。で、貼りやすいように中心を切ります。この時カッターでやってしまうと表のシートに傷がついてしまうのでハサミで切るようにしましょう。これは別に電気的にやってるものなので必ずしもこの貼り方じゃないきゃいけないというわけではありません。で、真ん中を剥がします。左足用ですね。ここにレフトと書いてあるので分かると思います。中心に合わせて今回18度で貼ろうと思います。で、大体の目安なのでそこまで正確に貼る必要はありません。真ん中が貼れたら最後剥がします。で、これでも十分強力に接着できるのですが、より強力に貼りたい方はドライヤーので温めてあげるとしっかり貼れると思います。そしてカッターで縁をカットしていくんですが、最初にずれていないか前に置いて確認しましょう。この時にしっかりバインからシートがはみ出ているか確認して、はみ出ていれば大丈夫です。じゃあカッターではみ出たところをカットします。そして使うとこの穴だけでいいのでドライバーで開けましょう。